踊らん世界に行くぞはいではねビクトリアマイルの振り返りの方を行ってみたいと思いますけどもまずは1着とんでもないですね14番人気の1 0ッピーローズもう私はもうあの最初のねレースの傾向で言った通り2戦連続着外で来た馬で過去に3着以内に来た馬っていうのは G1 馬のみという、まあ、そのデータのそのままでね何も考えずにも決消してました1 0ッピーローズ。 いやあ、恐れ入りましたね、本当にね、うん。まあ、まず展開から言ってね、まずあの、私の本命だったナミュールが出遅れたってことが、まずね、かなりこのレースに大きな影響を及ぼしたんじゃないかなと思います。まあ、もう、最初からまあ2馬身くらいですかね、くれたような状態になってしまったんで、まあ、こう2馬身って考えると、そのまま、もし2馬身前にいたらってか考えると、 まあ少なくとも3着以内には多分ね、突っ込んでた計算になるんですよね。このままいくと。だから、ああいうふうに出遅れちゃったかというと、まあ、いろいろね、なんかハーパーがゲート内で暴れて、まあ、あったんですけども、テンハッピーローズと、どういう、こというと、このままずっと乗り換わりで来てるんですよね。今回もタケさん、ね、乗り換わりで来てましたし、ね、それこそ、あの、マイルチャンピオンシップ勝った時は、藤岡幸太騎手が。 で海外でももちろん別の機種があっていうことでね、うん、やっぱりあの「天八ピーローズは」は津村機種が一貫してねずっと乗ってても「天八ピーローズ」のことを分かってたっていうのがやっぱりとっても大きかったんじゃないかなと思いますよ。後者というか左回りが得意だったっていうねそれはまああるんですけども、まあ、それにしてもちょっとねこれはもう今回の馬券を 当てるための,あのレースの予想の立て方してたら多分他のレース当たんないんですよきっとそれこそ100回ビクトリアマイル走ったらケンハッピーローズが1着になる確率なんかそれこそ4回か5回ぐらいだと思うんですよ100回走ったりねそのうちの4回か5回のを今回引いたということだけなんでいやでもなんだかんだ言ってでもね2着にフィアスプライドルメール騎手3着マスクド・ディーバーモレーラ騎手がくっ 来るあたりはさすすがでよねだからあのちょっと私実況でも自重してちょっと多騎集っていうことでラミュールうーんっていうので最近ちょっとどうなのかなっていうようなコメントも出したんですけどちょっとあんま良くないかなと思って <laughs> あのちょっとカットしたんですよそこの部分はね。なんかねあのボンドガールの時も思ったんですけども例えばそれこそ先週のルメル騎手みたいになんだかんだ言って2着に 持ってくるじゃないですかそういうところが何かないっていうかもう、まあ、当然ねあの不利を受けたっていうのは分かりますけどもそれでもうそのまんままずずるる下がってしううというでもそのルメルキシはもちろんねあの馬の力も当然ありますけどもやっぱり何らかでこう馬券剣内に持ってくるっていうのは、うん、だから私はその先週の,の NHK マイルカップを見てあこれ完全復活だなっていうふうに思って。 んで怪我の前と変わらない、ね、さん戻ってきたなっていうふうに思ったんでまあでもそれでもやっぱり馬の力とやっぱりこう比較してみたところやっぱりちょっとこの馬は星止まりかなっていうことで私は星評価にしたんですけども、うん、いやーうんまあこのレースしょうがないかな、うん、それであのー、各ジョッキーのコメントね うん、まあ見たんですけどもまあ天ハピローズは、うんまあ、津村騎手がねずっと初の GI ってことでね良かったなっていうことなんですけども、まあ、やっぱ気になったのが私の本命だった波浦武騎手のコメントがね、まあ、初めて乗ったの棚で比較はできませんが最後に追い出しても切れる足を使えず最後までじりじという感じでしたこのまま本来の決め手は出せませんでした残念ですというコメントなんですけどもまあこれ見るとね そんんなだって33秒8の足でで上がってきてきるんですよ、えー、ルージュルリ・リナージュが上がり最速なんですけども2番上がり第2位の足で上がってきてるんでそんな切れる足っていう方ね悲観するほどの内容でもないんですよち,ちゃんと上がってきてるんですよだからもう最初のもうスタートの出遅れがそのまま響いていい足で上がってきたんだけども差し切れなかったっていうことなんですよねだかからなんかそういった コメントも見てもね、うん、やっぱ竹さんもやっぱりね、うん、まあ55ですか今、うん、そのぐらいですか。ちょっとね、うん、歓迎が見えてきてるのかなっていうふうには私はちょっとそういう印象を受けてしまいました。はい。うん、まあ同ースの時の竹さんはね、変えるんですけどね。うん、ちょっと他の場の時にはね、ちょっとね、っていうような、うん、まあ、これは独り言ですけども、はい。まあそんなわけでね。え まあ払い戻しもね93万なんでとんでもない。91万か。とんでもないですね。生まれんでも9万3000ですよ。生まれん。ルメールさん流し、そう流ししても9万3000の馬券取れたんですよ、これ。そう考えるとね、もう、馬鹿正直に俺はルメールしか買わねえんだっつってね、ルメール流し、買った人だったら、これ9万3000当ててんですよ。ねえねえ。だからやっぱりね、ルメールさん、モレイラさん、特にね、 この2人はね。もう抑えるべきなんですよ。g1 ではね。まあ改めてそういう風に思ったレースでした。はい、そんなところですかねえまあ、今回で。まあ2重丸の初めてバー,ケーキン権限が外れましたけど、また大週からね。仕切り直しという形でね。オークスですね。はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、えー、次回もお願いします。さよなら。